ッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2019年東京オートサロンがスタートいたしました。綺麗ですよ。綺麗です。僕たちは今回メインはスバルブースでトークショーをやらせていただいてます。いただいてます。まだね、2019年の体制発表はしてないんですけども、はい、まあ、ここでね、はい、あのトークショーいっぱいさせてもらってるんですけど、どうですか今年のオートサロンは、雰囲気は。いやいや、もういつも通り、たくさんの人が来ていただいて、楽しく話をさせていただいています。はい。山ちゃんも4年前はトークショーのステージで一度も喋れなかったステージがあったんですけど、そう、ね、もうどんどん慣れてきて、ね、今楽しく、ね、よく喋るようになりました。はい、はい、自分が楽しんでるとお客さんも楽しんでもらえてると思って喋ってます。はい、はい。まあ、この2人で今年まだどうなるかは体制アップしてないですけども、精一杯頑張りたいと思います。はい、はい、この後僕がスバルブースをちょっと紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。じゃあ僕は撮る側として出演します。はい。さあ今回スバルブースステージ上には昨年乗りましたスーパー GT の BRZ と、昨年クラス優勝したニュルブルクリンク24時間レースの WRX が展示をされています。はい。そしてステージの左側に行くとレボーグSTI パフォーマンスが展示されています。じゃあ最終日ですね。なかなか見ない色で、新鮮です。そしてその横には僕が昨年 86BRZ1 メイクレースに参戦した車両を展示してます。で今回のスバルブースの目玉になると思うんですけど、インプレッサ STI コンセプトですね。でこれが中央に展示してます。またこれ結構僕のお気に入りポイントはこのセンター出しのマフラーですね。これが、非常にお気に入りです。まあ、コンセプトということなんでまだ販売はされてないんですけども、いずれは販売されるんじゃないでしょうか。そして、僕の今回一番お気に入り、フォレスタアドバンススポーツコンセプトですね。もうカラーリングが非常にかっこいいと思いますし、やっぱ注目ポイントはこのキャリパーですね。WRXSTI でも採用されているこの大きな蛍光黄色のキャリパー。まあフォレスターは SUV ですけど、ちょっと走りにも特化したような車両になっていると思います。色がかっこいいんですよね、これ。ちょっとこれ販売されたら僕も購入したい1台です。その横に新井さんが全日本でチャンピオンを取ったマシンと、何でしたっけ前田さん、これ WRXSTI ラリーコンセプト。ラリーコンセプト、これがあのセダン部門で、あの今最終選考残ってると。最優秀賞か優秀賞か、まあ最優秀賞ですね、ですね、はい、になる一台だと思います。スバルブースはこの計 1,2,3,4,5,6,7 8台ですねを展示してます。山ちゃん、この中でそりゃもう決まってるやん。これいいなっていうやつはどれ。そりゃ俺のもう S4 ですよ。
S4 展示されてたっけ？されてない。されてないっすよ、ね。されてない。されてない。俺の S4。あ、自分の S4 が一番のお気に入りだと。そう。でも俺的にあのやっぱフォレスターがいいよね、やっぱね。いいなと思うな。コンセプトカーですけど今回はあの色といい。そう。俺のあのグローブも黄色のラインが。あ、そうだね。そう、あ、黄色のラインが入ってるかもしれない。そうそう。山ちゃんの使ってるグローブとかレースの装備品とこのフォレスターの室内の内装の感じがおしゃれなんですよね。これがね、そう、好きなんですよ。同じぐらいの色をしてるよね、ちょうど。でこっち E ボクサーなんですけど、フォレスターはね、僕は E ボクサーの方がね、走りが好きなんですよ。なるほど、はい、それはなぜに E ボクサーの方が好きなんですか？後ろにあのモーターが積んであるんで前後のバランスがすごく取れてて走りやすいんですよ。なるほど。そう、ガソリン車の方がどうしてもやっぱ後ろがちょっと軽い分そのバネレートとかもそれに合わせてるんですけど、ハイブリッドの方がその前後の方が合ってて結構僕は好きかなって。なんかイメージとちょっと違うんですよね、っていうちょっと真面目な感じも。じゃあ走る人は意外にハイブリッドの方が、 E ボクサーの方がいいってことですかね。そうそうそう、 E ボクサーの方が。なるほど。ということで、2019年東京オートサロンスバルブースはこんな感じでございます。We'll be right back.